11月3日水曜日朝7時8分のホームポイントは、昨日の夕方に比べたらかなり波のサイズが大きくなってますね。ダンパー気味ですが、1、2、3、4、左に4、5人、右にも3人ぐらい入ってるのが見えますね。ホームポイントの右も無風で、あ、こちらはショート1人、サップ1人入ってますね。セット間隔は長めですが、こちらも入っているということは乗れるんでしょうね。あ、虹が出てますね。見事な虹。おー、予想通り波が砂をどんどん持っていってますね。気温は14度ぐらいです。ここに立つと風は、オフショは左に5人、右に2人ですね。どちらも乗れています。今日終日どうですかね。